かなってこの絵をほらよいとよ山かどこいさのぜあさてはこの場のお客様と思んで出ましたがたくむしはお見かけと森のからごえで動きにめすよにゃ嫁でねどうも受け持ち時間のね車では一緒と懸命にゃつむとめげますほらよいとよにゃなかどこいさあ東にそびえる今後の座西はどこか淡路島金牛パキンパの涙かく私の生まれた先週の奥に一番の人形花沢温度に乗せまがしてややしばさくお付き合い皆様よろしく頼みますそらよいとよい山かどこいさのせあさそくながらじゃあるけれども何かお粗末伺いますあんまのおやみてのこの奇境もだが海洋武士にとの乗せてげみようそらよいとよい山かどこいさのせあうてにゃんしかずちにゃいしかわらやぶにゃんたけやぶんしのかず、はい、三千世界は人の数かえ海にゃんなごの数知れず数々中そこ中へ帰り継がれ呼ぶのはただ一つ天の槍へのこの人形のだがそらよいとよい山かどこいさのせあ雪月花や歌の道かえ弱ぶんじゃかえ元禄の空に咲いた星一つかえ身は上人でありながら人に御用と頼まれたから嫌とは言えない心意気花の庭の実を尽くしかえ天の槍兵のお粗末は心はまたいつよとこの嘆願ずでげたらそらよいとよい山かどこいさのせあー心は元禄中途四年か去年終わりの神奈月、はいところ大阪西町奉行砂利と後ろの調べに引きずり出された天の槍兵は痩せ衰えてか骨とかは髪はざっぱら目は落ちくぼみ姿形はあらばこそこの世の人とはこりゃおんのも我が領かそらよいとよい山かどこいさのせあよりひどしん確約したがえ一段講座に置き換えは、はい、奉行の河内の神かえ天の矢だとにらみつけいかに栄光上ハローと田の家田の矢の拷問に未だ浮上いたさぬならばそちのせがれの吉松の体に言わせて耳せまがしょうかそらよいとよい山かどこいさのせあとね五つのちっちゃい体を縄で柱にくくりつけピシャリピシャリとあうたけで返背中叩けばなんだまるおちゃん許してかちゃん出せて子は悪さはせぬよとわっとばかりに泣き出すならばそばで
にありて感じを持って飾るべく幼い子供に何罪あろうと我が身にかかる責めくならたとえ先されよと覚悟じゃ反応いといもせぬけれど親子の情けに取り交わされて言わぬ白状もするじゃろうと奉行も卑怯なこりゃなんなされかめ立てられて果ては日攻めに合わされて熱いまた熱いと長き差がけぶそりゃよいとよい山かの恋さのせいあ熱いであろうか吉松よかえ泣くのでないぞえ吉松よ必ず熱いというではないぞえお前一人はしやしゃせぬ死んで笑えよ泣くのじゃないぞえ筋も礼の子じゃないかきりとまた言うものはつむらいものそりゃよいとよい山かどこいさのせきりと人情の板挟みかえ我が子にかかるせめせいかここで白状いたしたならばお牛様には名はかかる物は言うまいもの言うたばずに父はながらの人柱いかに無用がすべたるとてもなんで白状するものかアパートやリレーには本男でこござるそりゃよいとよい山かの恋さのせあ棟梁大石鹿之助かえ下は寺坂吉右衛門赤い潮の四十七士が我が身一つに変えらぬかじっとこらえて我慢をすればたまりかねてかおうようは利平女房の律を読めと鬼は先にと呼んでくる女また心は読むまいにもと駆け寄りて許してくださいお奉行様へ子供に罪はないものをこんな姿は無こたらしゅうてとても我慢ができませんおっとり兵に罪とならば頼まれましたは他じゃない実はまた朝の朝のという分に輝けるそりゃよいとよい山か感じを持ってなさるべく申し上げますお奉行様へ女房の律は女なら我が子夫の姿を見れば心狂うた気違いのつかぬまた言葉はもんもんをしますそりゃよいとよい山かの恋さのせあんなおも奉行に申し立てよとこの城では大石が言わんとすれば河内の神さえ何を思ったけれども黙る玉子屋根を戻りつつしかも天下の奉行でそちはまた乱心者には人民がいないそりゃよいとよい山かの恋さのせあこれなる女引き立てようと玉子屋を振り返ってそちはしばらく入路を果たせばいつかは白状するじゃろと強い怒りが武士ではないぞえ情け知るのは物の不能やり場に本は伊達には持たぬ全てのことは胸の内天のやたてよとこの絵かがかI'm not gonna go inside
かれて下がるあの槍の後ろ姿を見送りて、お小膝叩いてひっこと笑い、さてはこの浪人に余地の道具を頼まれたには違いないぞと一人ごと、見込みとるや虎の世界、見込まれたるや浜の矢が、いずれまた大人の半端な称号、まだ温度は続きます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。